ジオゲッサーで遊ぼう。はい、ドーン。ジオゲッサー、シンプルな話ですか。もうサブちゃんなんでね、はい、いや今日は仲良くジオゲッサーで遊んでいこう。いいんですか。いや、いや嬉しいです、ね、ありがたいです、ね、これちょっと前になんか大流行りして流行ったね。めっちゃいろんな動画上がってたよね。そうで、この流行りもちょっと落ち着いたことだし、うん、じゃあそろそろ我々もやってみようか。なんでその時にやんないの。遅いんだよな。俺このさ、これやりますよってなった偶然2週間か1週間前ぐらいにプライベートでめっちゃやったんよ。あ、やったの。プロじゃん。めっちゃ嬉しくて、うん、ジオゲッサーお仕事できるんですか。じゃあ初めて得意なんだこれ。僕本当に初めてやる。あ、得意がないかな。やったぐらい翻弄されるのが楽しいんだよね。あ、楽しい。全然時間ないみたいな。へえ。そうそう、好きでも結構面白いですよこれ。まあ、非常に僕もね、自分でやったことないけどプレイ動画をいっぱい見たことがあって、うん、まあ見てるだけでルールは簡単に分かるというか、そう、ね、まあ、とにかくここどこやねんっていう、ね、Google のストリートビューみたいなのが出てくるから、うん、それでこれどこやねんですか、ここだと思います、うん、まあ、近いね遠いねっていう、まあ、場所当てゲームですから、うんうんうん、もう実際にやってみましょう。そうです、話ですわ。やりますか、うん。で今回ね、まあ、最初はねこの岡崎市ってマップでやってみたい。そうなんですよ、これね世界なんですけど、ね、俺がやってる中で岡崎市だったら絶対わかるなやと思って、うん、知ってる景色ばっかり出てくるってことでしょ。そう、このねわらびいもっていう人のねポイント、この5万点っていうのね、2万5千点、うん、みんな満点だけど、まあ、タイム、タイム、この人は2分4秒で2万5千点を叩き出してる。すごい、岡崎は自信あるけどな、うん、どれぐらいの誤差だとさポイントが高いかも分かんないもんね。そうだね、どうそうね、誘わせちゃったな。普通にちょっとドンピシャで全部立ててやる、ビタで行きましょう。一旦ね、うちのね都市に、はい、こうやってやるだって説明してもらいながらねやってもらいましょう。これねマップ操作がね結構手こずるから、それで時間食うかもな。なるほどね、うん、ちょっと一回見してもろて。はい、日本全国ありますが、とりあえず岡崎市でこれ。刺さってこいや。はい、行きますよ。3分だっけ。平均スコア17000。うわ、あれさすがに超えないと、ね、ビタビタで行きますもん。ちょっと1メートル単位出るんで。これってさ、こうやってさ、なんか5人でさ、あそこじゃない、あそこじゃないっていうのってさ、うん、いいのかな。なんかさ、普通に頭がほぼあるからさ、確かにね、ズルだよね。確かにこのわらびいもさん、もし負けちゃったら俺一人で頑張ってんのにって、ね、思うかもしれない。言えないのか。まあでも動画だから今回はね、うんうん、まさか笑っててハハハって、うん、あと多分だけど人が怒るようなスコアにはならんここでやんや言ったとこで、じゃあワンチームで楽しくやろう。一回やってみましょう。本当に5分ぐらいでちょっと人数多いから一旦3分から休みましょうか、うん、まあ試しにね行くよ。ほらんでも岡崎市どこやねんって場所出るからいきなり行くんだ。行きますよ、レディーゴー。どこだどこだ、あそこやんって誰。もう実家でした。どうした、あ、あれこれあれ、え、増子田じゃないもん、増子田、え、増子田のとこじゃない。え、俺が言った増子田じゃないもん。こんなんいっぱいあるよ。増子田じゃない、こんなんいっぱいあるわい。え、違うここ。あ、でも増子田っぽいな、この柵。しりげ町の時のさ、湿気町の時の増子田じゃないのこれ。この横のこの電気の柵みたいなのあったもん、これ。いや、どこあるでしょ、山の方行ったら。あ、これはもうどこでもあるね、岡崎市だから。これはちょっとね、大通りで、大通り一旦こうやって進むんですよ。なんか建物があるけど、大通り出たわけじゃない、こっちの方じゃない、こっち。あ、あれなんだ、ちょっと待って、パッと見て、何かこれなんだっけ。電柱はあの、この辺の建物でさ、どこら辺の、あ、あれ中層か、あ、違うか、これなんだ、これわかんないな、やばい、ほら、2分ってめっちゃ短いよ、これで、こうやってマップがここにあるんで、うん、その中からこうやって、あの、選ぶって感じですね。右の方なのは間違いないよ。そうだね、上じゃないね。岡崎市ってね、実はね、めちゃくちゃ広いんですよ。そうなんです、端から端まで1時間全然かかるんで、あと、大体こういう、あ、看板、看板、あ、人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 、誰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 、でかい、でかい、誰だ、お前。あ、何これ、え、え、あ、待って待って、こういう画質なんだ、意外と、ストリートビューだから。あー、でもね、いけるか、読めるか、読めねえけど、な、これ、これ、これ、ぬかた、違うか、え、なんたら中、なんだここ。こんなんもう分かる人やったら速攻で分かっちゃうね。ね、これ本当に速攻だよ、分かる人だったらな。俺が増子田はどこなの。増子田はいつものクワガイキャンプ場行く時の道の。あ、じゃあさ、もう一回それで大外しはしないよな。あと1分ぐらい、そうだね、1キロ圏内とかにやっぱ収めたいよね。クワガイここ、あったあったあった、うわ、あと40秒、やばいよやばいよ急いで急いで急いで。いや、俺、裏貝山あるんじゃない、この辺じゃない、この辺この辺この辺、なくはないね。行ってみよう、この辺行きますよ。うわー、どう、行くよ、うん、はい、行きます、推測する、どん、
おおおお、でも 3.8キロ。あー、そこなんだ。見てほら、クワガイテンの横じゃん、ほらほら、だから増資だってことだって、これ。はいはい、この辺じゃない。うわー、悔しい。うわー、ちょっと遠かったな。名電山中の方なの、よりね、名電山中ね、この辺だってのは分かるんだけど、そっからがやっぱ景色全部一緒すぎ。さすがにここはね、引き悪い。 3.8キロ ね。じゃあ次、まあ今としみつがこうやってやるよっていうのを教えてくれたところで、意外と時間がないっていうのも分かったところで、でも5692もまあまあ高い気がする。ちょっとこれ目、まあ目指してね、岡崎だったらね、あと半分ぐらい縮めたいですね。1692で 3.8キロ、これ更新します、はい、始まります。ドン。うわ、団地だ。団地めっちゃ簡単じゃない。団地じゃん。ありそう。こっちの道一回見てみよう。うん、あ、待ってよ。あー、岡崎岳だ。岡崎岳。あー、でもこの辺にある。あれ、これ鴨川、たなぎの鴨川。そう、鴨川のとこだよね、うなぎの。うん、で、高台だからさ、もうこれある程度辰巳川からへん。うん、うわ、なんか見たことありそう、これもマンションなんだ。あ、なー、意外とヒントとなる。いや、でもここ岡崎って分かっちゃってるから。そうだね、もう看板には岡崎市だしか書いてないんだ。住所探す、住所。痴漢の下、痴漢の下、痴漢の下。あ、何学校。あ、違う。あ、ぬかた、ぬかた防犯。ぬかた防犯。ちょっと待って、ちょっと待って。ぬかたじゃない。いや、でもぬかたじゃないな、ちょっと、ま、多すぎるな。あ、公民館見上がったよ。うわ、これ、こっち。あ、これ書いてありそう。急げー。お前なんだこれ。あ、なんだこれ。新井山荘自治会って。どこだ、新井山荘。何、でも探せばいいじゃん、新井山荘。マップル探せばいい。なんか出てきた。何のシーン。新井山荘。下じゃない、下。下か上。やばい、1分しかないよ、もう。やばい、やばい、急いで、急いで。やばい、1分、1分。早く、早く、1分、1分。うるさい、うるさい、うるさい。ほら、早くしないと。ぬかた、ぬかたの方取れ。新井。ぬかた、こんな得意じゃないでしょ。1分。荒い、もっと下、もっと下、荒井山荘だ。荒井山荘わかる？わかんないよ。じゃあどこだよ。荒井山荘どこ、これ。左、左。右。うざい。じゃあ団地がある、団地、まっすぐ行って、まっすぐ。もうちょっと探そう、これ。探そう、探そう。いや、これなんか知ってるようで知らないとこなんじゃない？あ、待って。あ、これあるじゃん。桜木、これ。桜木か。いや、違うな。いや、違う、桜木もっと見。じゃあさ、めっちゃ知らないってこと。あと30秒切ってるよ。これなんだ、これ。うわー、こんなんいっぱいあるで。桜木らへんって信じる。桜木らへん。もっともっと上、この道の、その辺、その辺、その辺。うわー、この辺から、この辺、この辺とか。あと5秒。ここです。だー、どこ。あ、近い。あ、2キロ。もう俺より近い。すごいじゃん。2キロ。どこだ、ここ、何ここ。あー、じゃあやっぱうなぎの鴨川のね。鴨川じゃん。おー、すごい。大十字らへん。夢丸が言っとったやんか。もうちょい言ったじゃん。あ、じゃあ今の普通に桜木だった。今も桜木だね。青い学区だ。なるほどね。青い学区団地足が高いね。うわー、お前むつってる。親父乗ってるやん。え、どこだよ。あー、ここ、うわー、メゾンと。もう分からんけど、うちの宣伝って押しとけば近かったやん。2キロね、今。2キロ。だから、とちみつ何キロだったの。俺ね、3.8キロ。3.8キロ。まあ、あ、でもてつやのおもちゃ点数高いんだ。1200点高いんだ。これ今僕心配だったんだけどさ、これ見てる人何がおもろいんかな。確かに岡崎市のめっちゃディープなさ。やっぱあれだ、その当てるとこが見たいから。うん、あ、ここね、そう、この建物はここだからっていう凄さが見たいからね。しかし甘いな、僕はパソコンのゲームはとても苦手だった。操作2ゲームはないんだよ、操作。いくよ。はい。さあ、どこだ。うわぁ、これはやばい。これどう、どうやってこう向き変えるの。これもう一瞬で右上押しでぐるってこう、ドラッグ。うわ、で、ちょっと後ろとかも見たいね。よっこいしょ。うわぁ、看板ある。看板探しだね。なんかバラ、なんだろう、右の。バルカン星人みたいなやつ。あ、まっすぐ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 、中に出る、施設。これなんだ。あ、ぬかたの里。あ、ビラ。あ、ビラ、ぬかた。ビラ、ぬかた。あ、もう完全ぬかた、ぬかた、ぬかた。じゃあ、ビラ、ぬかた探して、ビラ、ぬかた。ビラ、ぬかたを探す。あー、間違えた、間違えた。そうそうそう。で、右ぬか、もうあとはぬかたのローラーだ。右で、ぬかたローラー、ぬかたローラー行くよ。あった！ナイス！上ぬかたの里だ。あったー！で、これでぬかたの里が、これ看板じゃん。ここに行ったらぬかたの里ってことなんだから。さあ、そこあれ、この辺か。ここだ、ここだ、ここで。で、ちなみにこれなんかあのマップの右のやつ、左のやつを押すと、さっきのスタート位置まで戻るから。これ、これ、そうね、その下、その下。あ、そう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 。
だからこのまあちょうど交差点、ど交差点だとしたら左に曲がっていこうとしてるから、それのちょい上じゃない、ここうん、マジでほんとちょびじゃない、ほんとちょび上、そこそこそこ、やばそう、やばそう、高いんじゃない、どうやん、うわぁー、3メートル、すごい、出ました、すごい、都市の地下です、すごい出ました、看板あるとラッキー、いや看板はマジで、こういう運ゲーもあるからなんかね面白いんだよね、え、これで5000満点ってことだよね、多分、うん、満点、満点5回だね、だやば、2分4秒でトップの人はこれやったら、パパーってつけてんだ、残り合計で2分4秒やったんだ運も噛み合わさるんじゃない、結構本当にさ、団地の団地のなんていうの、細い路地とかからスタートすることもあるからさ、確かに運大事だね、移動の速度も大事だね、引きも大事だね、結構電柱とかも見るとね書いてあるからね、じゃあ行きます、はい、はい、おっ、あ、本当だ、東部インターと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 詳しすぎると知る、下下下、あ、そう、まあ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 、アップ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 、じゃあ下下下、上上上上お前がやってんの、下下下下下下下、ちょっと下、あれこうやって見ると分かんない、いや、そう、ね、こっちこの脳内の情景を地図に落とし込むのが、あ、そっかそっかそっか、ここだ、これでしょ、ここだ、この辺だよね、この道じゃない、このフェリーチェがあるから、あ、東部よ、東部にあるじゃん、この道だよ、この道、東部にあるから、どこどこどこ、そう、その道の、あの、ま、マンチンケンだから、マンチンケンだからじゃない、あ、マンチンケン、取り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 、トイボックス、そこ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 ここだよ、ここだよ、下、そうそう、その通り、左に入って、下左に入って道の、あ、そこそこ、下あ、これだ、そろ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 そこそこそこ、ここか、うん、そこでしょ、あってそう、レッツゴー、あー、すごい、12メートルです、あー、待って、おー、はい、年見てやん、年見てやん、いや、分かるっすよ、分かったね、運が良かった、あれは、そう、りょうさんやる、やろう、いや、これもう満点取れたな、3分ぐらいでいいな、年見ずれ上がってグリーンバック、あかん、見たいな、近くで指差したいね、いや、ちょっと画面遠いとやっぱ分かんないね、マップ、いや、結構マップで見るとね、難しいよね、いきます、最後、家の出ちゃえ、おぉ、幼稚園、幼稚園、見れば分かりそうじゃん、これカチって押すと、よりひどいひどい、あ、細川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 もう、まぶ、まぶ入れて、まぶ入れて、マジ早いな、細川、どこ、上、上、あ、その上、上、左、右上、あ、それ分かんない神社だよ、分かんないね、あ、今コーンに名前書いてる、コーンに駐車禁止って書いてるやめな、時間止めた、だって右回り、右も古民家の名前、子供の家、子供の家、うわ、何学校の上、裏か、あ、もうちょっと右だったな、ごめん、あ、そう多分ね、細川だと思うけどな、さあ、どこだ、岡崎市、あー、岡崎市、細川細川だから、細川だからやっぱりそうだね、もう下だな、あ、新海丸、新海丸、下、あ、左上、ほら、左上細川町あるよ、細川町を探したいね、町を、あ、細川町、細川町、来た、そしたら子供の上、上やった、あ、子供の上やった、保育、あ、そこだ、あ、もう、まじの隣だね、あ、もうその辺だね、そこでいいかもな、これでいいぐらい、ちょい手前ぐらい、行きます、はいおー、これ満点マジいけたかもね、わー、すごいね、最初の俺が一番遠いっちゃった、何事だ一番騒いでたで、何点なんだ、結果見よう、いきます、結果こちら、おー、高得点、おー、いいじゃないですか、いいじゃん、いや、いいね、結構すごいんじゃよ、うん、ちゃんと市民だな、市民は3分だった方がいいね、まあ、うん、もうええか、え、岡崎市、岡崎市だね、そうだね、いや、でもこれマジで岡崎出たら途端にレベル変わるね、だってあそこ段がないもん、いや、本当に変わっちゃうね、他なんかおすすめマップがあるんだよ、確かね、うん、一回この日本のまあまあすっごい田舎とかじゃなくてまあまあ有名だと思うよみたいな場所っていうのを選んでくれたみたいな、はいはい、ジャパンプレイスオブインタレスト、分かっちゃいそうだけどね、観光地行ったことある場所なら分かりそうだよね、ね、じゃあちょっと多めに見積もって5分、いや、面白いなこのゲーム、うん、盛り上がるな、これどうする、担当また今みたいな感じでいく、まあ、でこれはさ、もうあの他の人たちさ、じゃあちょっとさ黙り目で言ってさ、この5人で戦おう、普通に勝負ね、なるほどね、じゃあ僕からいきますね、いいよ、はい、え、みんな黙っちゃう、黙り目ね、黙り目、はい、黙り目ね、あー、ミスリードソロプレイで清水寺来い清水寺でもさ、マップで刺さなきゃいけないから、おー
これはおもう勝ったちょっとヨウさんそういうレベル感ですか。なるほどね。そういうレベルなんだ。これはダメだよ。これあれだね、これ外国人の外国人の方向けだね。外国の方向けだよね。なんだ、わーゴールドゴールド。でこれをさ、マップで刺さなきゃいけないからね。そうだね。それはただ場所だね。金閣寺って書いてない可能性あるよ。確かに。そしたらこれが本名何か要は知ってるかどうかね。確かにこれ確かにな。金閣寺確かにどこにあるっけかね。京都駅。この考察を聞くのも楽しいよね。うん、ここは京都駅まで来ました。うん、左上でしょ。あ、そうなの。本当本当かな。見つからないんじゃないか。アマン京都から近かったから。アマン京都って何ですか。いやね、ちょっと聞きたいです。アマン京都って要素は何ですか。アマン京都ってそのめちゃくちゃいいホテルですよ。めちゃくちゃいいホテルに一人で泊まったんですか。いや女の子じゃないですか。じゃないです。詐欺本詐欺多いな。欲しいね。フリーの特権だね。この画像を見ながらさ、検索できないこのもどかしさね。ね、確かに普通の Google マップだったらポンって出るもんね。いやもう京都ってめっちゃ地図的にはめっちゃ見やすいところだもんね。こんな綺麗に整ってて、あどうやって見つけるんだこれ。俺は分かりますよ。寺多すぎるな。おっと、残りもう2分。やばいよ。金閣もっとすごい。でも本当にこっちの絵全く動いてなくて、地図がもや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 ずっと頑張ってるけど、おお見つけてる。お、金閣寺町だ。これが金閣寺だから。ありましたね、ありましたね。お、まあ、これもうゼロメートルとかにいけないかな。ゼロいけるよこれ、ちゃんとやれば。どれですか。さあ、この金閣、これがどれかだよね。うん、どれが金閣寺っていう話だよね。あれあれ、ジオゲッサーに。違う、ジオゲッサーと相性良さそうだね。確かにその場所の何かを言ってみそう、ね、おおおおすごい。おこれはこの辺かな。さすがに、さすがにですか。さすがに上か下か。確かに角度ね、あと角度次第。まあまあでもここ、うん、お決めました。お0メートル。ああ、そっちがだった。50メーター、すごい。でも、もうちょい上か。でもちゃんと満点だ。日本全国でちゃんと満点。興奮すぎるだろ。もうこんなことある。日本のこと知り尽くせんばい。すげーな。すごくない。いやでも、うん、これぐらいの感じで来るのか、ね、量がすごすぎたのか。いやいや、だから全員5000いけるって。ちょっとマジお願いしますよ、本当に。社会苦手なんだ俺。地理もダメで。いきますよ、えい。はぁ、あ、あと、え、あ、あ、これ難しくない。なんじゃ、まずゼロ、まずゼロ、こっから。あ、待って、なんか、ん、あ、奉納ですね、奉納。うわぁ、わからない、ちょっと待ってよ。いや、ちょっと、いや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ここがどこか。まずこれさ、どこに行ける道なの、これは。え、危ない危ない。あ、うまくいく守り、今年もうまくいくお守り買いに行きます、絶対。お願いお願い、買いに行くからやらせて。買いに行くお守り。急げ、先生、先生、急がないと。あ、待って。おお、神社、神社、神社。見にくい。モザイクかかってるわ。見にくい。ちょっとなんか、行かせて方向。あ、見る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 。なんだこりゃ難しい字。読んで、先生、読んで読んで。かまかまどのかま。ちょっと待ってよ。あ、もう出てこっちにも行ける。これで、あ、変なおじいちゃん出た。あ、出た来た。もうちょい離れたくていい。もうちょい、もう一個しよう。おーおー、分かる人は分かるんだろうな。聞こう、おばあちゃんに。あ、待って。おばあちゃん、クリック。おばあちゃん、待って。おばあちゃん、クリックして聞こう。あ、でも、すごい名前なんだ。かんかまど神社だ。かんかまど神社、かんかま神社、かんかま神社、神社ここどこで行ける。おじいちゃん、クリックして聞いて、早く。クリックするじゃない、おじいちゃん。あ、動いちゃった。あ、でもすごい、待って、降りて道がすごい。え、これ人が手で持って歩いたのかな、ここまで。待って、これやばいっぽいね。位置やばいぞこれ。これやばいね。あ、でも出れなくなっちゃったよ。あ、もう終わっちゃった。おい、こんな道に出されて俺はどうしたらいいんだ。いや、満点の道が。ちょっと、カンカマ神社わからん。いや、早くしてよ。ほんと危ない危ない。移動する先がないんだって、もうもう。ちょっと、さっきの危ないって言われてる。危ないって何なんだよ、危ないって。さっきのおじいちゃんに聞こう、ちょっと。おじいちゃんクリックしてるから戻っちゃうの。おじいちゃん見てるから、ほら。おじいちゃん、めっちゃ見てる。あ、小泉純一さん。小泉純一さんなんだよ。感動してる場所ないんだよ。小泉さんじゃん。じゃ、でも移動できる範囲がね。何探してんの。ヒントあるって。外出れないんだって。閉じ込められてんの。神社の名前分かったから、あとはそのね、神社ゆっくり。神社は言うしかないってこと。何の神社かだよね、これ。
何の神社かって話だよね。あと1分だよ。神社じゃないよ。この辺この辺しかないもん。夢のパーフェクトがどこだ。箱根、箱根どこだ。箱根お前、箱根出てこい。箱根、箱根そこそこ、箱根どこ。あと40秒しかない。ジオゲッサーで一番遠かったやつ、マグケラとかあったら結構ヒリヒリしながらやっちゃう。やりてぇ、賭けに出すぎだって。で、鼻、もう広いところからこれ見て、ドルル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 ルするゲームじゃないよ、ジオゲッサー。あ、富士山あるから、富士山にしとこうよ。富士山にしとこうよ。しとこうじゃんね、国の重要指定文化が高いんだな。あ、33秒。あ、山中湖、山中湖。推しの赤い。いやー、でもこの辺優勝楽しいな、この辺。ぽいぽいぽい。ここら辺な気がすんな。いけいけ、次回の横。10秒あと。やばいよ、やばいよ、今週いろはか、ここいっけ。ひどいよ、ひどいよ、めちゃ慣れてるな。ひどいよ。385キロ。普通に何県これ。仙台だ。仙台の何市これ。意外と街中なんだね。うわ、これだ、俺が求めてたカンカマ神社表参道。うおー、ほんとだ。これ激ムズだったんじゃない。これ行ったことないもんね。これが有名に入ってくってことはやばい、やばいね、やばい。いや、まあ、でも東北アウェーだったな、ちょっと分からんね。いや、じゃあ仙台の人謝らないでくださいあの仙台の方およびカンカマ神社の関係者の皆さん、お世話でした。カンカマ、カンカマ、それ好きでしょ。めっちゃ聞いたんだから。聞いてるね。カンカマじゃありませんって言われるよ、絶対。でも哲は結構大きい顔してくれたから、満腹屋のね。なんで2人の途中から始まるんだよ。いや、まずいよ。いや、これでもおもろいね。でも結構左行きそうだったから、その京都とか、うん、ギリ神奈川耐えてない。確かに確かに、俺だったら奈良京都行っちゃう。結構むずいぞ。むずいぞこれ。行きます。45ね、行っちゃえ。はぁ、いい。でも分かりそう。分かりそう、分かりそうやん。もう見渡す限り室内に城。え、城じゃん。城だこれ。岡崎城だったらどうすんのこれ。出てるの。岡崎城こんなしっかり。あ、出た。うわー、あ、何これ。あ、分かった、分かった、分かった。いや、分かるね。分かっちゃった。え、何これ。いや、もう書くじゃん。もう3、ダメだよ、俺の385がちょっと勝負だから。あ、これとかね。あ、あ、名前書いてる。あ、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 ずる。ねえ、な、ずる。大手かよ。ずる。これはラッキー、ラッキー。ちょっと、ほんとカンカマ神社、ほんとですか。大阪のこの具合と。これもう最速でいけんじゃん、これ。昔で記録、記録ここでお迎えしたね。ねえ、やったね、ここで。やったね。難しいな。ここでしょ。もうミュージアムずる。はい、じゃあ行きます。はい、おめでとう。強すぎよ。ちょっと待ってよ。強っ。うわ、でも怖いな。ほんとに予算出てくる時もあるんだね。え、じゃあ本当になんかあれかな、知識的に足りなかっただけなのかな。カンカマ、カンカマ神社が。あれは、でもみんな知ってたもんね、カンカマ神社。ああ、知ってた。いや、もちろん。カンカマ神社やってました。いや、わからない。わからないけどもごもご、わからないけどじゃないの。タレメ引き、マジ引き。引きだよ、これ。神社来い、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 神社来い。うわー、ずれー、ずれー。さっきの方がないよ。ほんとこれ、なにこれ。これはなんだ。あー、なんだこれは。って、この建物あったっけ、日本に。なんだろうね。なんか赤いな、うん、日本にあったかな。なんか九州まで見たことある気がするけどな、これこれ、なんか赤い建物って言ったらやっぱ東京らへんな気がするな。東京の、なんて芝公園みたいな、そこらへんでしょ。ただそんなんわかんないから。ただ東京タワーはこれくらいでかくても出てくる気がする、東京タワー。確かに一番有名かもしれない。ちょっと待ってよ。信濃町、千長屋。わかんないかも。本当に。ちょっと待って。だろ。東京タワーなんていかんだろうか、別に。あ、あったあった、芝公園。おお。だことは。だことは。ちょっと待ってよ、ないの？東京タワーってちょっと太字のやつ。焦るとね、見にくくなっちゃうよね。確かに。あ、あった。このどこかだよね。いいんですか。いや、雑雑。おい、グッジョブ。あ、やべ、行ってる、シャット。ああ、離れすぎ。はい、まあ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 、まあまあ、限りですわ。いや、ないんだ。ナイス限り。いや、マジでこれ本当、引き頼む、本当に。いや、年収率わけわからん。結構でもみんな接戦だね。うん。わけわからんとこ推測するのが見たいんだよ。お願い。ゴー、お願い。
おお。沖縄のアメリカンビレッジだ多分これ。本当だね。ちょっと大好きなアメリカンビレッジ。早いな。大好き。早いな。アメリカンビレッジ大好き。景色いいもん。何これ。だって俺この前も行ってるからね。アメリカンビレッジ。これがどこだ？あ、ローソンがあって、この奥を、ああ、もうなんか大体分かったね。牧年アートミュージアム、牧年アートミュージアム、牧年アートミュージアム。ああ、これ、ああ、完全にここです。簡単です。これゼロメートルいけるぞ。ここじゃん。マジで。マジでそこだ。行くよ。レッツゴー。はい。うわ。お見事。お見事。結果を見る。おい誰だよ平均されてるやつは。なんか違うんだよな、ちょっと納得いかないなこれ。えじゃあお前なんかより低すぎるだろお前だけ。なんでメートルで表せんだよお前ら。ひどいやつがいるな。さあということで日本の有名な場所がこれで、まあ、これはちょっと運ゲーすぎましたんで、うん、もう最終戦、はい、日本の有名でもなんでもない出ました。おもう本当に、まあ、マジ日本ドンってことは、まあ、このバランスドジャパン何でしたっけ。程よいやつ。もうちょっと難易度上がる。あ、難易度上がるぐらいなのかいう。まず簡単よりではあると思うけど、これにしますか。まあ、適度になってるね。はい。じゃあこれで。あ、これちょっとどうする？もう、もう決めんなら今決めて。一旦一杯だっけ？違います。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 じゃあこれだ、これでみんなもうこれでいくって言うんだったら運ゲーで負けようがもうね。オッケーオッケー。そうそうそう。やっちゃう。やっちゃう。やっちゃうの？やっちゃうんだね。やっちゃう。やっちゃう。え、ちょっと、じゃあ1メートルでも違ったらもうそうですね。一番遠かったですね。ポイント、あ、ポイントでいくか。ポイントでいいと思う。ちょ、順番もじゃんけんも、さすがに先が不利これ。最初はグー、じゃんけん、ポイ。虫1、量2。ちょ、4番もらっていいですか、僕。はい、じゃあ、3点。じゃあ、てつや、最後。おい、いいですか、そんな。いいよ。で、なんかこれね、緊張感出るね。マジ知ってるとこで、ね、真剣戦っていいな。いやもうこれは正直剣を当てればどれはないかな。そうだね、だ看板で剣を探す。そうだね、わけわからんとこ、まあ、出ないんだよねこれ。一応観光地っぽいとこ、いや住宅街とか出る可能性は あ、まあ、あるんだ。なるほど、行きましょうか。お願いします。どこ、うわっ、やばい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 ぞ。ちょっと待って、やばいやばい、やばい、田舎ねえ。なんかある、なんかあるぞ、なんかあるぞ、なんかあるぞ。アイスちょっと、アイスがない、見えない、難しいね、この調整。お、わからない。豊前市役所どこですか。どこですか。豊前市の今、何県、何県。今もう大盛り上がりだね。え、豊前市の皆さん、うちうちうち豊前市だって。え、ちょっと、もうこの分譲地に 200m 進むしかない。なんで、やるかな、それ。こうなってくる。あ、なるほど。あ、接骨には重要かも、でも有吉、あと、あ、電話番号、電話番号0979。わかるかい、こや。いや、地理強かったらわかるのか。ねえ、やばいこれ。何かは引っかかりそうだもんね。お、あ、なんか地名が出てくれればな、もうこれさ、そうなんだよね、これ意外と県まで書いてないのよ。あ、なるほどね。C から書いてあるからもう知ってる前提だもんね。さあ、ヒントがか意外とね、このヒントがあるかもしれませんよ。そうだね。めっちゃ住宅街だな。移動しないと、迷い込んでるよ。さあ、走行しないに残り3分30秒。ちょっとこれすごいね。あー、追加も何にもない。やばいよ。家しかない。どうするか。スタート地点、あ、スタート地点もね、でも意外とあと3分ある、落ち着いて。やっぱこの豊前豊前がちょっと大ヒントすぎるな。ね、多分だからここのゲームに入ってる。豊前書いてあるからいいでしょう。だからこれマップで探す時間考えると、そろそろ絞りたいところ、ね、お、公園か、学校だ、学校、学校でかい、学校でかいっていうところだ。豊前市立なんじゃないのこれ、ね、大丈夫、市立だよなきっと。いやきつい。あ、門があった、門がありました。お、でも違う名前じゃないこれ。違う、進んで挨拶実践校。そこ。なんでその横読んだ。
あ、見やすい見やすい見やすい。あー、豊前市立ミケモン召喚ミケモン三ゲモン三ゲモンだ三ゲモン、親戚親戚じゃ、なんで俺三ゲモンなんかない、情報ない、情報ない、あ、無理だあと1分半交差点、交差点、交差点ミケモン駅前どこ、ミケモン駅に行きたい。お、看板これ無理か。でも豊前、豊前だ。うわ、厳しい厳しい、やばいやばいこれありがてー。三毛角だって、三毛角、三毛角だった、三毛角三毛もじゃなかった、三毛もらったら俺訪問しに行ってたわちなみに本当にみんな三毛も知らんよね。マジで分からない、分からないっす、これはマジで分からないっす。この豊前市も知らんよね。あ、バス、あ、バス、何バス、こ、中津だよ。え、中津、ただの中津か、中津川なら岐阜なんだけどね。中津ってなんだ、中津、あれ、そのサクッと、いや、もう諦めた。え、大丈夫、お祈りだ、福岡お祈った。え、近っ、あ、よし、なんで、なんで、すごい。いや、これはなんかちょっと地名の癖的になんか、はい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 、なんか、そっか、豊前が福岡っぽいなだけ。いや、それはセンスあるわ、すごっ。いや、これでかくない？よく行ったな、ここまで。あぶねえ。やっぱそう、やっぱ真ん中じゃなくて端っこに打つの怖い。なるほどね。けど、これは僕は満腹ないでしょう。すごい、いや、これは強いな、強い、よし、うわ、いけるんだ。え、これ結構やばかったわ、指輪で置いちゃったかも。豊前じゃないですね、豊前市です。豊前ね、豊前なの。そうなんだ、豊前の三毛もそれ何だっけ。でもドキドキ強いな。いや、これね、めちゃくちゃ楽しいですよ。こーわ、やばいね。行きます。さあ、どうだ、引いちゃうかな。愛知県来て頼む。いやー、うわー、やばいやばい、これはもうこういうもんなんだろうね、うん、そうだね。で、大通り出たね。指名を見て肉、宮島さん、お、肉好きだから分かるんじゃない好き、何だろう、信号だ、コンパスウォーク、あー、歩行、歩行訓練専門だ、うん、0277だったと分かりましたね。0277分からない、分かんないね、信号、信号、これガチ勢とかだからさ、もうそういうのも全部頭に入ってるのか。あ、そうね、電話番号でもうすぐごめんじゃんってなるんだろうね。お、あ、あ、市が出ま、あ、町出てますね。うん、相生町、おお、はい、わからん、わからん、どこだっけ、俺これ見たことあるな、マジ。でも町だからね、なんか、そうだね、町だったら いっぱいある可能性もあるしね。市、市まで行けば、お、かー、でかそう、それ、あ、でかい、でかい、で、看板でかい、看板でかい、一個戻った方がいいんじゃない。あ、選挙前だ、桐生市、桐生市、桐生市、やべえ、市やねえ。国道50、国道だよ、国道、うわ、いいね、国道の近くいいじゃん。あ、めっちゃなんか騒いでる、あるよね、こういう通り ね。あ、でもこんなんね、日本に1万本ありますこんな道ね、やばいよ、有料さん、やばいやばい、大丈夫、満腹がどん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 近づいてるよ。あ、すごい、こういう信用金庫の違う違う違う、グーマンの拳手じゃねえよ、握手じゃない、拳手信用金庫じゃねえよ、信用金庫、これなの、マジで信用金庫拳手してんじゃねえよおっと、大ヒント、いろいろ違いだろ、きた、うわ、これはでかい、あ、うわ、日光何県か知ってます関東だね、栃木かな、やいやい、これ大ヒントだに、うん、フィリピンのマニラまさか、これは、いや、ええー、あ、日光日光だ、諦めた確かにこれ、みんないい勝負だったらこのくらいの距離大事だよね。ね、そうなんだよね、市まで行けたら結構優勝候補なんじゃない、うん、ノリペどうやって探せばいいんだろうな、ちょっと時間が足りないな、5分ちょうどいいのかもね、ね、そう、5分でちょうど焦るんだよね、いいんですよこれ、まあでも、あん、まあ、量ここまで来たら安牌でしょうな感じはするけどね。そうですね、大判ではなさそうだねある程度の剣が分かんな、強いな、うーわー、この辺にするか、おお、ちょっともうちょっと、うわー、15秒、はい、お、ここにします、あ、わかんないですけど、どうだ、の左、おりゃ、あー、43キロ、でもすごい、すごい、同点だ、すごい、同点か、同点、えぇ、大丈夫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 でしょ、大丈夫、群馬、
いや、栃木だね、足利の隣だね。そう、あの国道50号が結構下にこう走ってるのが見えたんだよね。あー、確かにそれも頻度取っていけばいいの。なるほどね。いやー、危ねえ。よしよしよし、あんかい。俺、栃木だっけ。これ見れるじゃないか。群馬だっけ。群馬のイメージ。あ、群馬入ってる。でもね、そうそうそう、あ、だから県境桐生って出た時にでも群馬やんと思ったんだけど、なんで日光なんだと思うね。距離遠いよだから、かもう看板で出てんだね、多分ね。鹿がそこだね、近いね。俺らが昔オフ会した高畑高畑高崎公園があるところね、ごめんね、高崎公園ね。いや、43キロ。よし、うわ、強いな。とりあえず僕は一人でラーメンを食べに行くことはなくなった。そうだね、それはだいぶでかいな、それ。じゃあ、行きますよ、3番手。はい、緊張するね。行きます。意味わかんないとこ出て、ゴー、むずいとこ来い。うわ、やばい、これだ、激アツ。これマジでやばいぞ。あ、しかし、いいよいいよいいよ、これはマジでやばい。場所は斉藤直人。だいぶ日に焼けてますね、これ。やばい、昔からありすぎる。あ、あるよ。あ、浪岡杉沢藤崎線、青森。あ、うわ、県道か。青森県道はいいね。なるほどね、県の名前書いてあるんだ。これ青森なんだ、全然わからんな、こんな。うん、でも一応43キロをね、超えるかどうかっていうのは結構そうね、大事よ。鶴羽ドラッグ、あれ、あ、駅にある、浪岡駅、青森空港、285、285、位置関係がもうわかるな、これでね、方角がね、あれすれば27、27、285、27、285、285、あ、285ある、285、こっちか。え、でもあった、ここだ、広松通駅と弘前がありますよって言うてますけども、藤崎いいんじゃない、この辺、うん、下かこれないな、県道285、弘前20キロか。あ、じゃあ弘前に打てばね。もう20キロ、ね、20キロ、藤崎なら12キロいけんじゃん。弘前ここにありますね、絞れてるよ。ここにあって、うん、直感の20キロ手前、20キロの円を頭の中でビーッ、やばいやばい、285、あ、波岡あった、あ、あるある、あったあったあった、あ、おお、波岡あった、波岡駅、波岡駅見つけた。こう真っ直ぐ行ったら波ちゃん、ちょっとこれの周り見つけたいね。波岡近いんでしょ、スタートがえぐいで、これ、うん、スタートえぐいで、もういきなりここか。こっちは昔からある建物があればね、結構ね、分かりやすいんですけど、うわーく、なんもないな、なんもないね、なんもないだ、同じ道だな。いやー、あいぶい、いい道選んだね、最初に。そうだね、そうだね、これ進む方向間違えたら結構やばいことになるな。そうですね、青森県公園も何にもないもんね。ない、コンビニもマジでないな、ね、コンビニね、一個ここにあるんだけど、何店だろう、これ見えるわけないね、隠されてる。これ1分切ってる、これ逆にセブンイレブンでもう、確かに地図にあればもうほぼそこだもんな。スルーハードラックセブンイレブンあるんじゃない、ワンチャン。これでもこの285通り沿いだもんね。あ、ここの可能性あるな。30秒、いや、これクリックし忘れて、あ、遠い目に鶴ハル、あ、道ひねった、うわ、来た、強い、おい、ここやんのってことは、この辺だ、この辺行っちゃいますよ。素晴らしい、うん、あっちでしょ、すごい、行きます。うどうだ、おお、264m、 ナイス、気持ちいい、これは気持ちいい、いいよ、いやー、よかったよかった、ちょっと頼むよ、みんな。これ2人か、怖いことになってきた、怖いことになってきてる、ちょっと一緒にやりたかった、確かにここで俺がこれ出すとね、不安になると思う、2人は。うわ、マジか。いきます、3本ゾッとするから、もう来ちゃった、どうする？あーあー、これ、あー、これ、俺、どう？これはもうやばい、やばい、やばい、これはもう決めちゃおう、決めちゃおう、決めちゃおう、これ勘に行くしかないな、これ沖縄っぽい、沖縄っぽい、いや、北海道っぽい、北海道っぽい、いや、愛知かもしんないな、これは。あ、待って、これマジでやばいんじゃない？あ、でもヒントどこ？全然周り見ないじゃん。いや、もうだって住宅街だもん、なんもない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 んじゃない、なんもない、選ばないと早く、もう植物とかのね、生態から考えようもん。こう田舎はね、周り見渡すことが重要ですよ。おお、出た、あ、わかんねえわ、わけのわからない、でもこれマジじゃむずいかも、本当に。あ、走ってる、こうやってる、走っとる。あ、出た出た、踊り、あ、踊り、あ、でかい、ありがたい。お、山中学園、お、筑波や、お、筑波平塚や、お、おい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 、筑波ってどこだっけ、
いや、ちょっと待ってよ。ん？ん？ちょっと待って、もうちょい探そう。クーパーも？まあ、そうね、何県か知ってればいけるけどね。知ってればね。そうだよ、みんなとか名古屋にもあるんだから、今までだって。確かにね、どこのつくばかわかんないよ。いっぱいあるんだから。横とかみんな男らしいね、今まで。まあ、名もないでなんか見ても。まあ、そうそう。看板が見えてるからね。来た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 。いやー、おかんまんでかいよ、情報。お、来た。あー、はいはいはい。土浦。さあ、2分半。結構飛び出てるよ、最初の場所から。うん、ね。どれくらい動いたんだろう、これ。結構来たよね。さあ、つくば。つくば、土浦だと、どこだっけ。あったあった。あやっぱ、やばいやばいよ、二人とも。ちょっとやばーい。やばい。土浦でしょ。最初つくばで変なとこ行ってたのにな。うわー、ちょっ見つけられたか。で、いやでもまだ全然あるよ、ブレ。あ、おかんばん。上層つくば学園。ん？つく上あー、パペルス。テンパるわこれ。マジテンパるよね。1分半。なるべく喋ってやってもらいたいから。ちょっと集中しちゃうね、これね。今考えてること言って考えてること。ね、でも土浦の近くだと思うんで。もんで。あった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 。もんで。もんで。もんじゃって。で、多分確かこの辺映ってたんで。もんじゃって。もんじゃって。あったあったあった。研究学園。うん、まあちょ、一旦ここ置いとこう。研究学園行きゃった。あったね、あったね。うんうん、一回戻った方がいいんじゃないの、ね、そうか。戻ればいいんだ。ね、いや待って、あと15秒だ。一回戻って、一回戻ろう、一回お願いだから戻ろう。ここここここ。周り見てくれ、周り見てくれ。ああもうここに。周り見て、周り俺。ああ。周り見てくれよ。おおで何を。おおで何を。うわ。でもやばいじゃん。やばい、マジでやばい。マジでマジで焦ってる。違う違う。本当にやばいのは多分俺なのよ。なんでだよ。43もさレベル高くない？いや僕も高いと思ったけど、やっぱちょっとその。こうすればいいんだっていう、こう解放がこうどんどん進んできてるから、ね、あ、そうね、うん、だんだんと。いや、ミスったな。いや、いけるかな。ほんとにあの、俺もつくば今ずっと頭の中で考えたけど1ミリも出てこなかった。まあ、てっちゃんチリゴミですからね。マジでゴミなんで、ほんとに授業ゲストで学んでこいよ、別に、うん、ちょっと、見聞広めますね。頼む頼む。でも今日ばかり知ってるところで田んぼいけー、頼む頼む頼む、やったでも、これはマジでやばいです。俺は、これあれいやでもとりあえず哲也一回聞こう。一回聞こうお前らの言うのはもう聞かん。これさ青看板ないんじゃない。やばいねこれね、これマジでやばい。ちょっと待って、なんでこんな何もないことあるマジでやばい。これマジやばいじゃん。いやこれマジで引き悪いんかな。これ引き悪いと思う。ちょっとこれむずいね今のところ。看板ないヒントとなるもの出して。まだ1分諦めるな。いや俺みたいに大丈夫だから大通り出よう。なんだなんでもない。マジで山、マジで山だ山。ヒント山しかない。すごい。あのなんか通りみたいななんか木がいっぱい入ってて。ヒント山だって。先生一回、先生一回戻ろう戻ろう一回。戻ったらだってやばいことになっちゃうじゃん。ポイントつけなくていい。ヒントは山だよ。いや、ヒントは山。いやいくらなんでも山すぎじゃん。あの雲の形がヒントだ。雲、あの雲どこにあったっけな。ちょっと、ま、やらせてよジオゲッサーを。頑張って本当に。俺も看板見てさ。考察とかしたい。これとにかく突き進むしかないよ。大通りまで走って。ちょマジ店でいいからさ、そのなんか電話番号とかだけでいいから。ああ、なんかあポイズ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 。ああ書いてあるよ。でも風にはためくな。逆でこれ時間変わってるからこれ見える見える見える。あだだ。え？もうちょっと近づけ。もうちょっと。次行くとさもうこれ。ああいう。おお。仙北仙北仙北仙台の北の方ってこと？ありえるありえる全然。一回見てもいいんじゃない？仙北？仙北仙台に仙北あるよ仙北。仙台の北。そっから仙北探すのすごいな。あったらマジでやばい。仙台市仙台市仙台市仙北仙北。でも山の感じ的にありそうだよな。うん、やっぱ俺南の方だと思うんだよなこの感じ。本当に哲也。哲也。南だと思う。南の方？南の方だと思うマジで。田舎だとその辺もマジで、そう風景がマジで仙北探すしかない。まだ情報集めてるよ。そっから探すの。一回確かに最初に戻った方がいいんじゃない？めっちゃあるからな。なんで戻らせた？こんなに進んだのにね。あるなら北海道青森らへんかなって思ったけど最初は。
家立派な家多いなみたいですよ、ね、家後であの参考にさせていただいて後で商品のビデオで勝手に来してやん俺も米作りたいかもしれんやんマジでなんもないあ、第一村人発見で聞いてみよう聞いてみよう絶対に聞こうんですよすいません何されてるんですか今何の収穫をちょっと待って一回剣もう剣絞ろうどうする剣士剣士ドルルやってあげるドルル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 ルねえ、おさらけ、おさらけ、ここ、ここ合ってたやん仙台、仙台の北やんで、あ、これ仙台か、何県秋田じゃん、秋田秋田か秋田川市でも作っとったんじゃんお米うわー無理ある、仙台秋田めっちゃちゃんとあるやんほら、仙台のほらちゃんと見たらさいや、仙台のもこの縮尺でも仙北あるやんてちゃこれは無理これは勝てんこれは無理だこれは無理、かわいそうなんなんいや、面白い最後これ面白かったねやられたこのさ、全然違いますこのスタイルめっちゃいいよねこの画像煽られてるなめっちゃいいこれ離れすぎです105ポイントだもん全部逆だったうわーうわー、ハイレベルだったないや、面白い、うん、北は無理だ仙北はちょっとやられた仙北は無理仙北ちょっとね仙北市かな確かに仙北仙北じゃなくて仙北っぽいなわけないかマジでおもろいなこれ、うん、いや、楽しいなということで、やちゃん満腹よありえありえで、じゃあタケさんが食ってたあの肉がいっぱいちょっと待ってくれよ肉祭りで肉祭りでうわちょっとすごいから千北市民にちょっと本当怒りたいななんでだよはい、というわけでね今日は楽しくジオゲッサーをね、はいはい、やらせていただいたわけなんでございますけれども、はい、なんで我々がね急にジオゲッサーやったのかというと、うん、まあ訴求ポイントがあるわけです出ました何か訴求ポイントが、はい、実はですねジオゲッサー世界大会がね開催されておりまして、9月11日から13日にプレーオフ、はい9月14日にはジオゲッサーワールドカップグランドファイナルが開催されるということをお知らせしてほしいとおいうことでございまして、この世界大会に向けてアジア地域では5月9日から12日、うん、アジアパシフィック予選6月14日から16日にアジアパシフィックのファイナルが行われます間に合うかな、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください、うん、はい、概要欄にはねジオゲッサーの登録 URL がありますので皆さんもぜひ登録してみて、はい遊んでみてくださいはいというね楽しかったことを皆さんにお伝えしたくてね、うん、この動画をやったわけでございますが実はさんね、はい、これ出場されるということでオリンピック目指してね、はい、ここから、ま、9月が本番ですが、はい、オリンピックのね世界レベル見てきてよ、うん、トッププロのプレイングやばいからねちょっと5ヶ月ぐらいお休みいただきます世界各地を旅してマジであそうやって覚えていく旅しながらやっていくから皆さん遊んでみてくださいはい、やってみてください、はいはいはい